これを買わせば無理そう。じゃあどこ買ったんだっけね。あらアパ風さねばねんだけ。リアは順調。ちょっと引っかかりますね。なんだ。スプリングがこう広がってきてるので、うん、どっか行く取れば取れてくるのか、そういう話じゃない。少し多分この辺を緩ませて上下できるようになるのかな、うん、じゃないかな、うん、はい、はい、中経過はどうでしょう。あ、引っかかります。フロント側はどうでしょう。いいとこまでは来たけど、あ、いいとこまでは来たけど、どうすればいいんだ、こっから2つ飛んでまで寝れば、ここ、うん、ちょっと回んねかった。もうね、なんか周りより先に舐めそうだったから、ちょっとそこはやめた。なるほど。でも今ここまでバラしてかなり余裕はつぐれだから、これがこっちかわしてこう抜けてこない、あと下から行く、いかんか、下から行かないから、そうで、こう、これがここ下さ行ってこうは来ない、こっち、こっち回りで来ない、こう、うん、こう、こっち回り来ないですか。多分来ないですよ、もう これ当たってるのここだけですよね。今広いスペースの方さかわしたから、こう、これそっちがない、ここ、うん、今のす高校生レベライザー、ああ、絶妙に全てが邪魔してるから、どれ、あと知恵の輪でしょそれ、あのこれを下に押し下げたい、せば抜けてくるんですけど、ちょっと今ちょっと知恵の輪を、知恵の確認します。これ、リシャはどう、これをうまく抜く方法考えればいいでしょう。 ABS 戦争の結構がギリギリのところまで行ってるから、これは一番ギリギリのところに抜けるのがいいから、合わせそうだけど、ちょっと変打席でつけそうだ。まだ絞っちゃダメです。まだダメです。これ右左。LR と先回だったのはフロントだけ？うん、多分後ろだけ。多分思うけど、右左。
しい。追い越し。そこだけ？とりあえずメンバー一番低いからメンバーがここに。後ろ大丈夫？後ろは大丈夫だけどメンバーがいないな。ちなみにバンチングって大丈夫？あ、多分大丈夫。めっちゃ回ってきた。すんごい回しにくい場所に。余裕くらい？ほぼ2-3mm 9センチと余裕あるくらいの。あ、なるほど。だからあのクラウン設定した時みたいな。あ、はい。限界までさねだった。はい、はい。OK、じゃあつけるやつは後つけましょう。スーパースーパースー